中世記念堂駅は、中華民国台北市中世区にある、台北都市雲の駅、福駅名は、南門。淡水新義線、淡水方面駅と松山新見世線、松山方面駅ホームが、地下2階、淡水新義線、昭山方面駅と松山新見世線、新見世方面駅ホームが、地下3階にある。いずれも島式ホーム形状のため、同一方向の乗り換えは、 同一ホームで可能となっている。地下2階ホームは一部吹き抜け構造となっている。すべてのホームに可動式ホーム柵が設置されている。改札口は地下1階にあり、ホーム両端付近に別個に設置されているが、それぞれ独立しておりコンコースなどでは繋がっていない。フルテイ駅や大大イイイン駅と同様に地面と地下駅空間の間に、 厚さ60センチメートルの防爆板を挟んでおり、空襲及び爆弾による地下駅空間の破壊を未然に防いでいる。出口1から4は駅の南側、出口5から7が駅の北側となる。2015年11月の資料によると、中世記念道駅の1日平均乗降人数は55,762人で、台北都市運内で21位の多さを誇る。 対面乗り換え構造のため乗り換え客が多く、乗り換え客の多さは、台北都市運の乗り換え駅中で1位を誇る。駅名の由来でも、ある中世記念堂最よりのバス停は、都市運中世記念堂駅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 がある。ありがとうございます。